じゃあ始めていこうか。今日はエモコさんが主犯なんですね。ええー、そうよ。珍しく肩の露出を全面的に目立たせるやつが来たな。ちょ、何言ってんのよ。なんか変なこと言った？気づいていらっしゃらない？まあいいわ。肩出しなんて他にもいるんだし。その紙袋の大きさからして、縦長ケースのやつが入っているに違いない。お察しがいいわね。その通りよ。今年は今までに内容を購入しておられますが、お金は大丈夫なのかな？そんなこと気にしていたら終わるわよ。そんなことより今はこれ、JR313系8000番台近郊電車セントラルライナーセット。これを開封レビューしていくわよ。先月発売の JR 東海車両ではないか。デザインはトミックスおなじみの感じですね。この品番そろそろ10万に行きそうだけど、何が選ばれるのかしら？意外としぶとく出なかったりしてありえそうだけど、注意書きの入ったカバーもよくある感じですね。表面にはしっかりと産業 Z と書いてあるわ。これで産業はやっぱり大きいと思いますね。後から両数を増やすことを考えた結果じゃないかな。じゃ、紙のカバーを外した後の裏面をチェックするわよ。室内照明ユニットとカプラーの案内、ケースの扱い方などが載っているね。それじゃあ、早速開封していきましょ。ちなみに上新さんで買ったってことは、新品ですよね？もちろんよ。というか上新の中古ってゲーム以外聞かないんだけど。年末ね、お年玉という名のボーナスとかもらえたりしないかしら。右側の留めを外しまして。出てこい313。そのパターンはなかなかないな。別にどんな開け方を？説明書が頭ね。今回はフェイントなしで、説明書を取ったらすぐ車両も出せるんですね。さらに下敷きのような蓋がある時もあったわね。説明書と注意書きの入った袋を避けると、車両が産業とラベルの紙、付属パーツが確認できる。実車の横側面をイメージした、金色の背景にオレンジ色のラインが特徴的だね。で、その下側には、さらに産業入れれそうな切り込みがあると。で、付属のパーツはどんなのが入っているのかしら？前面表示パーツ、信号円管と列車無線アンテナ、ホロ、転車シートって書いていますね。これ信号円管と無線アンテナを気にしないんだったら何もしなくても良さそう？あとは転車シートも？あ、車番は選択式なのね。まあ使うつもりはないけど、知ってた。今回も何もアップグレードしなさそうですね。機関車のナンバープレートを取り付けること以外は、主はあまりやらないからね。方向幕と種別は、いろんな種類が見られるのね。セントラルライナー以外にも、普通やホームライナーもあるのか。この行き先読めない、水波だったはず。栃木駅の次ですね。反対側はこう、興津や静岡があるってことは、こちら側は東海道線方面の運用向けかな。これが屋根上に取り付けるパーツとホロ。じゃあ車両を見ていきましょう。説明が足りないような。狙いを定めてー、ここだー。どこを狙っているんだこっちに。今日は随分と騒がしいわねー。まずは一番上の車両から。ファンタグラフがついているので、クモハ313の8500ですね。光を当てると銀色の車体が輝いてかっこいいわね。パッと見はセントラルライナーの313系そっくりだね。多少の違いはあるんだろうけど、でもこのお顔もかっこよくない？普通の313系とは違う黒い部分が、中央に向かって加工している感じのデザインが印象的ね。横の面には、ドアボタンまで再現されているんですね。室内の座席もいい感じだ。屋根上もいい感じの再現ですね。これにさっきのパーツをつけたらさらにかっこよくなるわね。幕はセントラルライナーの中津川行きか。ちなみにその連結部は TN カプラーの SP タイプだそうですよ。でも後ろ側はアーノルドタイプ。こちら側もいい造形だね。細かい線まで作り込まれている。アップライトのオンオフスイッチも見えたわね。こちらの台車は、5000番台とは違う形になっているんですって。その5000番台を持っていないけん、313系はバージョンが多いからね。223系みたいな感じですか？え？それと一緒にする？次は動力ありの中間車。ファンタグラフの内も覇車だね。でも車内の座席部分は再現されていますね。モーターが入っているから、他より床は高めだけどね。で、方向幕とかは何もないんだ。これは気にする人いそうだな。下側は動力車らしい構造。トミックスのロゴも入っていますね。屋根側はこう。最後に駆破車両。1両目にはあった車両後ろ側の窓、3両目にはないんだね。ホロがなくてもそこまで違和感はないでしょうか？見慣れている人からしたら違和感がありそうだね。
あら、ホロ部分の横のやつは使用かしら？貫通扉のドアノブがある部分ですか？一瞬造形に失敗したのかって思った。むしろそこまで再現できる鉄道模型ってのも、いつ思い返してもすごいなぁと感じるよ。くんちゃ、この3両編成を走らせる準備をしようか。今回のレイアウトはどんな形にしますか？とりあえずエンドレスの楕円という、基本のコンセプトはそのままにしたいわ。ただ何の変哲もない楕円っていうのは味がないわね。それなら私に考えがある。レイアウトは私が立案しようではないか。お願いするわ。前に行ったけどまた行きたいな。東海方面。よしできた。これ車両ぶつからない。直進の時は大丈夫だよ。そういうことじゃなくて、お供は HC85 系ですか。この2編成がすれ違う路線ってあまり聞かないですね。3両編成にすることで、さらに格好良くなったね。短い両数でフル編成にできるのは嬉しいね。じゃあ、313系セントラルライナー、出発。ライトもバッチリですね。さすが新品だね。状態も良好だ。線路は前もってメンテナンスをしてくれていたみたいだから、そのおかげもあっての結果かもね。前に紹介したトミカの踏切の音と合わせても、特に違和感がないわけではないが、これよりリアルにしようと思ったら、自動踏切ですね。あれ超高い上、壊れやすいとか聞くよ。虫は管理が雑だからすぐ破壊しそう。これぞ爆ゲーの秋だ。また派手に。私そんなに被害は出ていないわ。かわすのが早いんですよあなたは。一見違うそうじゃない。今回はトミックスの JR313系8000番台近郊電車セントラルライナーセットを開封して走らせたわけだけど、3両編成という短い列車なのに他の313系とは違う特別感を感じれる。なかなかに魅力ある車両なんじゃないかしら。他の313系や211系と一緒に走らせるといいかもしれませんね。そしてお値段も悪くないですし、これから始める人にも向いていますね。元の希望価格はなかなかの金額だと思うんだけど、やっぱり2割引きは強かった。たまに3割引きの車両とかあったりするみたいだけどね。3両で走らせるのがやっとというレイアウトの広さにも使えるし、小規模なレイアウトでも、ちょっとだけ特別感を与えてくれる車両にも思える一品かもね。こう来ると、さらに JR 東海の車両が欲しくなるね。んでも西の車両も欲しいわ。オーシャンアローは気になっているって主は言ってたけど、それとこのセントラルの組み合わせも、ありですね。現実だとおかしな話ですが、お貸しくれるの？そっちじゃない。このやりとりどこかで見たような。